엄마 질투이셔야 돼. 그리고 뭐 종종 이렇게 먹다가 팬분들이랑 이렇게 만나기도 하면은 팬분들
형제들이랑 그렇게 한 잔씩 주고받고 얘기를 하는 거 하는 것 같아요. 네. 뭐 이 중에서도 그런 분들이 있을 거라고 생각하고요. 네. 友達と飲むことが多いですね。で、誰と飲みますかと聞かれて、イニョムさんと答えられたんですけれども、知らないですよねって言われました。それで、ただ、そうなんですね。寝ちゃってしまいしたなんてことありませんか？ちょっと食べられた。あ、そうなんですね。ちゃんとプレスは心酸하는、친구들이집에다가、어버다줘요。그래서、정말믿는사람이아니고서는、잘、안먹는편이에요。 寝てしまって、困った状況が発生すると、友達が送って家まで送ってくれるんですね。なので、本当に信頼できる人じゃないと一緒に飲まないようにしているんです。わかりました。あれがすごく好きです。뭐가냐는 친구들이랑 이렇게 어렸을 때 이렇게 재밌게 놀던 이러고 놀았거든요. 개다리 춤이라고 한국에서는 하거든요. 어렸을 때 한국 사람들 춤춰보라 그러면은 대부분 뭐 막 이런 거 쳐요. 그런데 그런 것도 많이 응용하고 네 럭키가이는 제 마지막 부분을 좋아합니다. 네 그래서 럭키가이 부를 때 마지막 포인트 문제는 여러분들도 이렇게 움직일 수는 없지만 자리에서 같이 이렇게 해주셨으면 좋겠어요. 같이. 네, 今年は先ほどもお話にありました。
そして、その熱気が冷めやらないうちにドラマで皆さんの目を楽しませることができるように頑張って